次に入浴の仕方について説明します。湯張り中は風呂循環アダプターから高温の湯が出ることがありますので、入浴しないようにしてください。入浴するときはお湯の温度を指先などで確かめてください。入浴中は風呂循環アダプターから離れてください。高温の湯が出ることがあります。子供の入浴には十分注意し、子供一人で遊ばせないようにしてください。